やってきました、ホイヨンの時間です。今回はタイトルにもあるように、間違い探し的な感じで、皆さんにチートを探してもらいたいと思います。いきなり言われても、ピンとこないかもしれないが、今回のプレイでは、普通にドイツプレイをやるというふりをして、ところどころコマンドなどずるいことを隠れていくつかやっているから、見ているみんなにはどんなずるをしているか、見つけてほしいというのが、今日の動画の趣旨なんだよな。そういうことです。まあ当てたからって何があるわけじゃないですが、簡単なものから難しいものまであるので、皆さん探してみてくださいね。あと、答え合わせはまた次回の動画になるので、そこのところはあらかじめご了承ください。そういうことで、早速内容に移っていこうか。そういうことで、適当に史実ルートドイツプレイを進めていって、現在はポーランド侵攻直前といった感じです。史実ルートといっても、開戦時期は史実よりは早いから、このままだと余裕でポーランドなんか倒せるな。まあ、普通にこのままひねりつぶしてもいいのですが、それだとなんだか面白みに欠けるので。このような感じで、ポーランドに自作国民精神を付与して、攻撃と防御プラス 100% しておきました。いくらなんでもやりすぎだろ。いえいえ、我がドイツ軍にかかれば、ポーランド軍に攻撃プラス 100% バフがかかろうと、大した問題にはなりません。そういうことで、特に何をするわけでもなく、そのままポーランドに宣戦布告して、オート攻勢をさせておきます。いやいや、そんなんで攻撃と防御がプラス 100% のポーランド軍に勝てるわけない、とか言おうと思っていたが、なんか普通にドイツがポーランドを圧倒しているな。もちろんですとも、天下のドイツ軍にかかれば、攻撃プラス 100% だろうがプラス 1000% だろうが、ポーランドなんかに負けるわけないのです。そういうことで、開戦から1ヶ月程度で、ドイツ軍はポーランドを降伏させました。そうすると、次はベネルクス侵攻からのマジノ戦迂回だな。と、普通ならばなるでしょうが。マジノ戦を迂回なんてするまでもなく、今回はマジノ戦を正面突破していきましょう。そういうことで、ちょっと準備に時間がかかりましたが、ドイツ軍の一斉攻撃により、マジノ戦は数日で占領され、ベネルクスを道路にするまでもなく、フランス内部に侵攻できました。いやいや、ホイヨン世界最高級のレベル10要塞戦がそう簡単に突破されたら、ゲームとしてまずいだろ。しょうがないじゃないですか、事実として普通に突破できているんですし、きっと公式公認の仕様とかじゃないですか。そういうことで、フランスまでは簡単に降伏させましたが、さすがにブリテン島上陸には少し手間取りました。制空権取れてるし対艦攻撃させてるから大丈夫だろうと思って出した、ドイツ主力艦隊がイギリス海軍に反海させられたもんな。しかし、うまいことイギリス艦隊がいなくなったタイミングを見計らって、ドーバーに上陸を仕掛け、港にいた敵防衛師団を倒して、ドイツ軍はブリテン島での足がかりを作り、そこからあとは航空支援による暴力でイギリスを占領していきました。まあ、対イギリス戦は乗るまでが勝負で、乗れたら勝ちみたいなところがあるもんな。そういうことで、1939年10月には、イギリスが降伏したことで、講和会議が開かれ、ドイツはもらえる領土を全て併合しました。本当はカナダをもらって、そこからアメリカに攻め込む予定だったが、カナダには被害が出ていなかったようで、講和会議に呼び出せなかったぜ。まあ、ニューファンドランドなどは確保できているので、ここを足がかりにして、まずはカナダ、そしてアメリカを倒してしまいましょう。そういうことで、カナダと同じく連合に入っているがアメリカの独立保障はついていない南アフリカに宣戦布告して、カナダを倒す予定だったのですが、ドイツ軍に恐れをなしているのか、カナダが参戦してきませんでした。そこまで広い国境線があるわけじゃないし、参戦してくると思っていたが、これは想定外だな。そういうことで、同時にアメリカも相手にしなくてはならなくなりますが、カナダにも宣戦布告しました。アメリカ相手にこんな適当で大丈夫かという気もするが、このくらいの時期だとまだそこまでアメリカ軍は数が多くないし、どうにかなると思うぜ。まあ、後方への強襲上陸と通商破壊は地味にうざいので、余っている術爆や近接支援機などを使いまして、対艦攻撃をさせておきましょうね。そして、北米侵攻は序盤には補給が少し悪いことで時間がかかったものの、オタワ付近やアメリカ領内に入れば、もう適当にオート攻勢でどうにかなる感じでした。どちらかというと、陸軍を動かしているというよりは、空軍を適切な位置に移したり、足りない場所に飛行場を建てる地味な作業ばかりしていたな。そういうことで、国土は広いので時間がかかりましたが、1941年5月にはカナダもアメリカも降伏したことで、北米侵攻はドイツの勝利で終わりました。
そういえば、同盟国のイタリアが講和会議に来ていないが、どうしたんだ？それはですね。単純に参戦要請を出すのを忘れていました。まあ、そんなことはさておき、この時期になると、日本軍が東南アジアに侵攻してくるようになるわけですが、ドイツはマレーシアを傀儡国として持っているので、日本と敵対するようになります。日本ってドイツから遠いし島国だから、地味に攻め込むのが面倒だが、東南アジアのゴムを独占されると困るし、放置するわけにはいかないよな。しかし、私はここであることに気がついたのです。ドイツの隣国かつ日本の隣国になっている、ちょうどよく道路にできる国があると。そういうことで、このちょっと大きめの道路に宣戦布告して、日本を倒しに行きましょう。世界一大きい国を道路扱いするな。大丈夫ですって、アメリカもイギリスもドイツになった今、どれだけ適当にやっても工業力と人的の暴力でどうにでもなりますから。そういうことで、ドイツ軍は開戦から3ヶ月程度で敵首都モスクワまでも占領することができました。今までの英米戦で育った将軍たちがいるが、面倒くさがってそれを使っていないのにな。そうですね、本当だったら将軍も入れ替えた方がいいのでしょうが、せっかくドイツにはたくさん人材がいますし、これもまたいいでしょう。そういうことで、おおよそ1年ほどでソ連は降伏して、無事全土併合して道路化しました。みんな忘れているかもしれないが、そういえばソ連侵攻は日本攻撃のための手段だったんだよな。もちろんですとも、次は我らの傀儡国に宣戦布告してきた、不届きな大日本帝国軍を征服していきますよ。そういうことで、ソ連侵攻に使っていたドイツ軍をそのまま満州へと送り込みました。日本軍はまだ中華とも戦争をしているし、ビシーにも宣戦布告したことで今回はイタリアなど他の枢軸同盟国も対日参戦しているから、ドイツ軍は満州を簡単占領することができたぜ。まあ、満州などはどうでもよくて、肝心なのは日本をどうやって降伏させるかですが、英米総倒した今のドイツならば、何でもできると思うので、特殊勝利で日本を倒していきたいと思います。確か、中華には日本を大陸から追い出した時の特殊勝利みたいなものがあったと思うが、それ以外にも特殊勝利ってあったのか？そうですね、実は日本には史実再現的な感じで、このような実質降伏するディシジョンがあるんですよ。そうだったのか、でもこの効果が発動しているのって見たことない気がするな。そうだと思います。正直言って、このディシジョンが使えるような状況になる前に、普通だったら日本に上陸できますからね。特に、この日本海軍の数が39隻以下というのがすごくきついです。確かに、日本に上陸できたような時でも、実は修理をしていたり、他の海域に出ていただけで、艦船の数は100隻以上あった、なんてこともよくあることだしな。ですが、今のドイツ軍にかかれば日本海軍を39隻以下にだってできるはず。そう思って、ドイツ空軍を極東に持ってきて、日本本土に湾口を攻撃させて、港にいる日本海軍にダメージを与えていきます。まあ、時間はかかるかもしれないが、コツコツと数を減らしていけば39隻以下にすることだって余裕だろ。などと皆さん思うかもしれないですが、AI もそこまで間抜けではないので、攻撃していると安全な港を求めて、移動することが多いため、モグラ叩きのように、日本海軍が移動したら爆撃機を動かさなくてはならないので、実はなかなか数を減らすのは難しいのです。それでも、ドイツには有り余る爆撃機があるから、どうにかできるだろう。と私も思っていましたが、実際には1年ほど日本海軍に対して対艦攻撃や戦闘艦隊による紹介をさせても、日本海軍はまだ100隻以上の船を持っていました。1年も対艦攻撃や湾口攻撃しているのに、まだそれだけ艦船を持っているって、一体日本はどこに船を隠しているって言うんだ？そうなんですよ、さすがにこれは何かがおかしいと思い、いろいろ調べてみたところ。国粋スペインが日本海軍をかくまっていました。こんなところまで逃げてきてたのかよ。そういうことで、バレアレス諸島に隠れていた日本艦隊が湾口攻撃で撃沈されたことで、日本は例のディシジョンによって降伏しました。まさか、最後の敵はヨーロッパに潜んでいるとは思わなかったぜ。はい、といったところで、今回のズル盛りだくさん、チートドイツプレイは以上になります。いろいろと怪しい箇所はあったと思うが、どんなチートによってそうなっているか、みんな当ててみてくれよな。そういうことで、また次回の答え合わせで会いましょう。最後までご視聴ありがとうございました。